トヨタランドクルーザープラド、ランドクルーザープラド、ランドクルーザープロドは、トヨタ自動車が製造する SUV である、ランドクルーザーシリーズのうち、ライトデューティオートとして位置づけられた自動車。ランドクルーザー70系の派生車種として登場。日本国内では、プラドと略称で呼ばれることが多い。初代は、 乗用車のコンポーネンツを大幅に流用した利益率の高い三菱、パジェロの対抗策として企画された。ランドクルーザー70系の足回りを軽量化し、ハイラックスサーフやブリザードと共通のパワートレインを乗せ、乗用車化したモデルであった。当初はシムケチによって、ランドクルーザーワゴン、ランドクルーザー E、バンデラの呼び名を使い分けていた。本流である、 ヘビーデューティーな70番系との区別のため、トヨタでは、バンを70ヘビー系、ワゴンを70ライト系と呼ぶ、70プラド登場以降の新型車解説書にも明記。日本のクロスカントリー車として、初めて四輪コイルリジットサスペンションを採用するなどの先進的な一面も持つが、同社のダイナやコースターと共通のエンジンを持つ、貨物登録であるヘビ系比べると、 高価なはありに、非力さばかりが目立つ結果となり、ヘビー系と、ほとんど変わらない武骨な外観であることや、二度アショートモデルのみであったことなどが災いし、日本国内での販売台数は伸びなかった。一方、日本国外向けには、ガソリンエンジンやターボなしのディーゼルエンジンに、簡素な内装や装備を組み合わせたグレードも多く、存在し、パジェロやビッグホーン。 イスズ自動車にししてて廉価で軽量なランクルとして支持を得た日本国内での局面が変わったのは1990年4月のマイナーチェンジ以降でセミロングホイールベースの4ドアモデルの投入に加え大幅なフェンスリフトや電子制御式燃料噴射ポンプによる演示でパワーアップを図りさらにプラドのサブネームを掲げたことで一気に人気モデルの仲間入りを果たした 2代目90系では、さらにフレームやサスペンションに至るまで、ハイラックス、タコマグループとの共有化が進んだ。脱業無用途的なスタイリングをはじめ、ランドクルーザーシリーズの中では、欧州向け SUV の性格が強まり、当時、大人気を誇っていた2代目パジェロのシェアを奪うほどの大成功を収めた。ショートホイールベースの3ドアと、ロングホイールベースの5ドアがあるが、 ショートホイールベースは、ハイラックスサーフには存在しない。ソフトトップ、ホロモデルは2代目から廃止された。3代目、120系では、オフロードの走破性だけではなく、オンロードでの走行安定性や静粛性も重視され、欧州では、サブネームである、プラドを称せず、ランドクルーザーとして販売されていた。4代目、150系では、 KDSS やマルチテレーンセレクトなどの電子デバイスを最上位グレードだけに搭載し、ライトデューティーなランクルのアクロ走破性をイメージするものとなった。しかしシートは総側製で、ハンドルも革と木目調、泥など過酷な条件により適合する布地シート付きのグレードにはこれらアクロ走破性を高める機能は選べない。また、電動式点窓のオプションがあるなど、 シグハグな面も見せる。2015年のマイナーチェンジから新型ディーゼルターボエンジンを搭載。V6 なエンジンは廃盤となった。アクロ総性と信頼性の高さから120系に引き続き欧州ではサブネームであるプラドを称せずランドクルーザーとして販売されている。2012年ナカールラリーの市販車部門上昇軍団であるトヨタ車体。 チームランドクルーザーの7連覇を阻止し、2013年も連覇したのは、スペイントヨタの運用するプラドであったことからも、その走破性の高さは伺える。駆動系は、前車2足、複変速機付きのトランスファーと、3代目以降は、ボッシュ、旧ゼクセル、現ジェイテクトの、トルセンギアを用いた、センターでフ式フルタイム4 w d を採用しており、ドライブトレイを共有する。 ハイラックスサーフや FJ クルーザーに見られる 2WD モデルはない。フロントグリル、フロントフェンダー、エンジンフードを新デザインのものに変更、ヘッドランプも丸型2頭から規格型の角型2頭に変わり、より乗用車テイストへと大きく印象を変える。欧州をメインマーケットとするため、トヨタヨーロッパのデザイン拠点である ED に、 e ディスクウェアのデザイン案が採用された。欧州諸国の多くでは、ランドクルーザーの社名で販売され、平売となる100系は、ランドクルーザー100、ランドクルーザーアマゾン、二百200系は、ランドクルーザー V8 などのサブネー付きの名称となる。北米向け、アメリカ、カナダには、120系の4ドアモデルに V84.7 リットルのニス、f e エンジンを搭載したモデルが、 レクサス GX470 として導入されている。海外向けには、プラドに限らず全クラスのランクルで、伝統的に、STD、スタンダードをはじめとする、ロアグレードの設定が多く、120K では、国内モデルには存在しない、旧世代の 1KZ 手、3.0リットルディーゼル、96キロワット、135PS 及び、5リットル E。 3.0リットルディーゼル、70キロワット、95PS エンジン搭載車、エアバッグ表記のレッス仕様、主に、中東地区向き。エアバッグ機能あり、ABS なし、LSPV は装備、サイドステップなし、オーバーフェンダーなしのナローボディー、ビニール内装、フロントベンチシート、加湿向かい合わせシート、ショート7人、ロング10人乗りなどのバリエーションがある。 2009年9月におよそ7年ぶりにモデルチェンジを果たし4代目となった。この代から日本国内向けは3ドアショート車が廃止され、欧州中心に海外向けは継続、同年8月に廃止されたハイラックスサーフの受け皿をも兼ねることとなる。プラットフォームやエンジンは先代を踏襲しつつ発展させ、キャリーオーバー、いつでもどこへでも行ける。 安心感と快適性を備えた車となったとメーカーは発表している。新たに直前速報四角もカバーするマルチテレーンモニターやワイドビューフロントサイドモニターを装備したことで、先代以来装備されていた助手席側フロントフェンダーのサイドアンダーミーをなくした最上位グレードを用意したが、これは最上位グレード一種に限られ、残りの全グレードは依然として、 サイドアンダーミラーを保安基準上の資格補助のために必要とする。内装では、セカンドシートに足元スペースを広めるスライド機構と3列目への乗降性を高めるウォークイン機構を助手席側に備えたほか、サードシートはスイッチ一つで格納、復帰できる電動フロ格納機構を採用するとともに足元を 50mm 低床化して着座姿勢を改善した。 また、時期 42.7L 車は、平成22年度燃費基準プラス10%を、V64.0L は、平成22年度燃費基準プラス5%を、それぞれ達成し、燃費性能を向上したほか、VSC、TRC、7個の SRS やバック、運転席、助手席のアクティブヘッドレスと、リ波、レーダー方式のプリクラッシュセーフティシステムを新たに、設定し、 安全性能も向上した。4.0L の 1GRFE 型は、今回のモデルでは、レギュラーガソリン仕様となり、出力は 276PS、203kW、5600rpm、38.8kgm、380nm、4400rpm、10、15モード燃費も 8.2km、L と、 それぞれ先代モデルの廃屋仕様を上回った。プラットフォームを共有していた日本仕様のハイラックスサーフの生産終了に伴い、国内仕様のみ生産拠点が田原工場からハイラックスサーフの廃止で生産設備の空いた日野自動車の羽村港に移転した。2012年10月一部改良。JC08 燃費測定に対応する。 2013年9月10日、マイナーチェンジ。大型フロントグリルを採用するとともに、フロントバンパーリアコンビネーションランプリアガーニッシュ、ヘッドランプのデザインを変更し、TZ、TZG には、ロービームおよびクリアランスランプに LED を採用した TX、TXL パッケージにもオプションで設定可能。内装では、ファブリックシートの表皮材質と内装色、 トリムコードが変更されたほか、フロントドアに撥水機能付けスーパー UV、カットガラスを採用。大型カラー TFT 液晶のマルチインフォメーションディスプレイも装備し、車体傾斜角モニターやトラクションアシストデバイス、デフロックの作動状況などを表示し、オフロード走行時に運転者を支援する。足回りは仙台からの流用となるが、 サスペンションのチューニング変更が施されたことで、オンロードでの走行安定性や乗り心地を高め、走行環境に応じて、トラクションやブレーキ制御を切り替えマルチテレーンセレクトの走行モードが4つから5つに増え、オフロードでの走破性も高めた。その他、ボディカラーは、新色4色を含む10色を設定し、TXL パッケージには5人乗り、サードシートレス仕様が追加された。 2014年8月25日にランドクルーザー70シリーズ同日に期間限定車として約10年ぶりに再発売の誕生30周年を記念した特別使用車 TX アルジェントクロスを発売 TX をベースにシート表皮やルーフレールをシルバーブラックの配色に変更しホイールに専用ダークグレーメタリック塗装を施し インパネに、幾何学長の過色を施して、スタイリッシュなザインとしたほか、特別感を演出するため、スマートキーのデザインを変更し、キーボックスや車検証入れを本革仕様とした。2015年6月17日、一部改良。従来設定されていた V64.0L 車が、日本国内向けで廃止される一方、2007年7月の廃止以来約6年11ヶ月ぶりに、 国内向けディーゼル車が復活した。これに伴い、4.0L 車専用グレードの TZG はディーゼル車専用グレードに移行し、同じく 4.0L 車専用グレードの TZ は廃止された。また、時期 42.7L ガソリン車も AT を6速に多段化し、エンジンの改良も合わせて燃費を向上した。LED ヘッドランプを TX を除くディーゼル車全車に標準装備したほか、ボディカラーでは、ダークブルーマイカを廃止し、レッドマイカメタリックを追加した。ディーゼル車は、日本国内では、初採用となる 1GD 界 TV 型自家 42.8L エンジンを搭載。次世代高断熱ディーゼル燃焼や、コンパクトかつ高効率のターボチャージャーの併用により、 1600rpm の低回転から 450nm、45.9kgm の高トルクを発揮するとともに JC08 モード燃費で 11.8kmL と低燃費、低排出ガス性能も両立した。加えて、トヨタでは初となる尿素 SCR システムを採用、窒素酸化物 NOX を大幅に低減し、欧州のエウロ6及び 日本の平成22年排出ガス規制に対応した。日本使用者に追随して、欧州向けランドクルーザーのディーゼル車も 1KD 回、TV 型 3.0L から 1GD 回、TV 型 2.8L に変更されている。2016年8月29日、トヨタ店、創立70周年記念特別使用者、TXL パッケージ G フロンティアを発売。ガソリン車、 TX およびディーゼル車 TXL パッケージをベースに265、26 60R18 タイヤプラス18インチアルミホイールスーパークロームメタリック塗装シルバーとブラックの専用通等温流フレールを装備したほかロシアや中近東向け仕様に採用されている本革シート表皮ステッチ付けレッドウッドも特別装備しガソリン車 TX には L パッケージの装備も特別装備した。ボディカラーは特別設定色のヴィンテージブラウンパールクリスタルシャインを含む6色を設定した。同時にボディカラーからダークグリーンマイカを廃止した。2017年9月12日2度目のマイナーチェンジ。外観はフロントにおいてフード中央部の形状が変更されたほかヘッドランプは全車 LED 化。製作後期。 ダークグレーメタリック塗装の19インチアルミホイールが新たに設定され、TZG に標準装備 TXL パッケージにオプション設定した。リアにおいては、コンビネーションランプの形状とガーニッシュの衣装が変更された。内装は、レジスターリング、エアコン吹き出し口上部を下げ、ナビゲーションをタブレット型の薄い形状に変。センタークラスターやメーターパネルに、 金属調過色が施され、ステアリングホイールは設計の変更と専用過食の追加を行った。装備面では、衝突回避支援パッケージ、トーオッタセフティセンス P やドライブスタートコントロールを全車に標準装備するとともに、ブラインドスポットモニターを TZG と TXL パッケージにオプション設定された。さらに、TZG は、 ランドクルーザーシリーズで初採用となる J テクト製のトルセン LSD やドライブモードセレクトが標準装備された。ボディカラーにおいてはすでに他のトヨタ社にも設定されているブラッキッシュ揚げハガラスフレーク、オプションカラーやアバンギャルドブロンズメタリックの2色を追加。ディーゼル社のグレード体系が拡大され TX に7人乗り仕様。 EXL パッケージに5人のり仕様がそれぞれ追加された。2018年6月、衝突回避支援パッケージの名称を、トヨタセーフティーセンス P から、トヨタセーフティーセンスに変更。公式発表なし2010年4月13日、コンシューマーリポートが、レクサス GX460 は横転のリスクを抱えていると指摘し、2001年の三菱、モンテロ以来となる。 買ってはいけないとの警告を発した。時速およそ100キロの速度で右コーナーに侵入した場合、VSC の働きが弱く、遠赤などにぶつかった場合、横転する危険があるというものである。これを受け、トヨタはランドクルーザープラドと GX460 の販売を即時中止した。日本時間の4月20日、トヨタは VSC と KDSS。 解説動画を共に装備した左ハンドルの18インチホイール仕様で、県としながら GX460 の全数と、左ハンドルのランドクルーザー150系、J15L をリコールの対象とし、VSC のプログラムを回収することを発表した、プレスリリース動画あり、トヨタ店にて販売。なお、ブリザードの後継車種として、2004年4月まで、 ビスタ店でも取り扱われていたが、ネッツ店との併合に伴い販売を中止した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。